ただいま。こんばんは。じゃあ言ってどこにあるの？マスクしてない？そんなことないよね。え、どうしよう。え、蜂蜜。え、嘘でしょ。エゴマオイル。ないな。冷蔵庫の中かも。こんばんは。なさげ。醤油がない。ピンチ。私ピンチめっちゃ。レモンならある。え、なんかあるものだと思ってた。醤油なんて家に。ゆみりんが10時10分をお知らせします。え、あー、炒めるか、それか刺身用だけど。じゃーん、タコを買ってきました。タコを買ってきました。焼いて、焼く。まさきさんタコ、しょうちゃんさんタコ、かまほぱさんタコ、そやさんタコ、ありがとうございます。だきちゃんタコ、そう、皆さんがすごいタコタコ言ってるから、皆さんがってか私が言ってるんだけど、めっちゃタコ食べたくなっちゃって。そう、皆さんに誘導された私です。試験さんタコ、ありがとうございます。でもそういうつもりで買ったわけじゃないんで、全然自分が皆さんに影響されただけなんで。そやさんタコ、ちょっとじゃあお願いがある。タコ味付けで調べてみてほしい。タコって醤油以外で何で食べます？皆さん、なんか生姜、生生姜とか、このチーズもあるし、蜂蜜。お、結構あるんだけどな、調味料は。あ、あった、あった。あ、でも わさび醤油が良かったの。私わさび持ってないわ。生姜醤油ってどうよ、どうよ。なんか醤油と入れてそうなもの。生姜、いけそう？なんかないかな、他に。あ、生ニンニク、からしとかある、からし。ニンニク、からし。こっち賞味期限切れてないわ。よかった、切れて。全部2020年。これも。あ、粒入りマスタードとかあるよ。そう、なんでわさびだけないの？なんかね、わさびはね、なんかそう、大吉さんタコ、橋健さんタコ、ソヤさんタコ、おいでます元気さんタコ、ありがとうございます。じゃあ生姜醤油にしよっかな。これは開けてないんだよね、まだ使わなかった。買って、結局確かココアとかあったにして。はい、じゃあ切っていこうと思います。タコは洗いますか？一応洗っとこう。
なんかこれ手元写したいね、本当は。たこ焼きしたいな。そう、刺身用のタコ。これなんかおばあちゃん家の匂いがする。なんかおっきいです、すごいタコが。めっちゃおっきい。でもいい、良さげなやつを買ってきました、私。ちゃんとお下げの皿。あ、ここにいるよ、私。ちょっと待ってね。ちょっとだけ待ってて。なんかあれがあったはずなのにな。なんか葉っぱのお皿があるの。かわいい。かわいい葉っぱのお皿がね。あるはずなんだけどね。いるよ。ハロウィンにクッキー作ろうと思って買ったやつ全然作らんやないかーい。へー、なんかせっかくね、可愛いお皿があるんですよ、私。なんかこんな皿いつ使うねんみたいな可愛いお皿があったんだけど、今使う、今でしょう。今でしょう、今でしょう。はしけんさんタコ、まさきさんタコ、まさきさんタコ、まさきさんタコ、タコタコタコ、まずみやさんタコ、すみやさんタコ、ありがとうございます。まさきさんタコ、おいでまじ元気さんタコ、ありがとう。はしけんさんタコ、はしけんさんタコ、ありがとうございます。うん、はしけんさんタコ、ありがとうございます。これはじゃあタコタワカに234タワーかな。しけんさんタコしちゃい、ありがとうございます。ありがとう。目がシャバシャバする。はい、じゃあこれにそのまま、これは刺身ではなく、刺身につけて醤油をつけていきたいと思います。食べるんじゃなくてもかけちゃうスタイル。あ、失敗した。生姜と混ぜてからにすればよかった。はしけんさんタコ、ありがとうございます。生姜醤油です。で、
けよう。なんか生姜がすごい体に良さそうな味がします。なんかすごい初詣で配ってる甘酒みたいな感じの味がする。生姜醤油タコ良き、めっちゃいい。完成です。タコの刺身生姜醤油あえです。あえ、うん、いい感じできた。映ってなかった。あなたは今日で四国推し。ほら。SD5冊。あなたは今日で赤い推し。ほら SD。三度の飯はうどんで決まり。あなたは今日で、ちょっともっと映えるように撮ろう。あなたは今日で、まさきさんタコ、まさきさんタコ、とびたかさんタコ、ありがとうございます。はしけんさんタコ、ありがとうございます。めっちゃまず美味しくなさそう。写真で撮ったら写真で撮ったらあんまり美味しくなさそうだな、これ。めっちゃ美味しいのに。じゃあ画像、動画で見てる皆さんにもこの美味しさ伝わんないかな、もしかしたら。そうだったら残念だな。ミルクで撮ろう。これは明日のメールに載せます。楽しみに。タコいただきます。さっきのは全然食べれなかった。うんうんうん、ひやさんタコ、しょうちゃんさんタコ、タコありがとうございます。うん、マヨネーズ、マヨネーズ美味しそうだけど、せっかく糖分とかカロリーとか抑えてるけど、マヨネーズは取っちゃダメです。そう、チュパンさんタコありがとうございます。さっきのはちょっと完食できなくて、ラップして冷蔵庫に入れてきた。うん、今日の箸は0系です。ふやさんタコありがとうございます。うん、テロップが変わった。
時計忘れた。あと25分ぐらい。よいしょ、やります。やった、毎日アイドル3日目、やった、ありがとうございます。3日間も配信できて嬉しいです。何時に歯磨きしますか？歯磨きはだいたいお風呂上がって寝る前にしますね。そう、このタコね、2割引きだった。モニーさん、タコありがとうございます。遠藤さん、遠藤さん、ゆめじ大好き、ありがとうございます。遠藤さん、くまたん、ありがとうございます。くましょい、くましょい、ありがとうございます。くまたわ、遠藤さん、ありがとうございます。くましょい、くましょい、お刺身と迷った、普通のサーモンのお刺身と迷った。ねえ、としさん、タコありがとうございます。うん、ゆうなぎさん、ゆうなぎさん、くまタワー、ありがとうございます。くましょい、くましょい、ありがとうございます。くまタワー、ありがとうございます。ゆうなぎさん、ありがとう。残り約20分ですこの枠。この枠の間に食器を洗って、何しとこっかな。食器洗って、あ、充電器探しとこ。なんか充電器がなくなっちゃって、なんか船から持って帰ったはずなんだけど、なんかカバンに入ってなくて、あれれって感じで今。まずはまきまきさん、タコありがとうございます。そうだから今ね、じゃーん、青いひまわり充電器で今充電してます。でも皆さん見てわかる通りにもう充電が切れましたので、もうこの携帯の残りピンチピンチ。そう、なんかこれめっちゃ持つ充電、私はもうなくなっちゃったけど、なんか結構使ってますこれ。持ってる人いますか？ちなみに持ってる人見たことない。しょうちゃんさん、タコありがとうございます。持ってるんだ。
買ったよとかもあんまり聞かないから、うん、あ、持ってるけど使ってない。なるほどね。レア、レアじゃんね。お、じゃあレアだそうですよ皆さん。ユミニットお揃いになりますね、星持ってたら。これを持ってると ST48 いつか出る4枚目シングルで、もし感謝枠があってツーショット撮れたら、これ持ってたらいつでも充電切れないよ。面白い。これ淡いひまわりのしかないからさ、 ST のがあったらいいね。なんかこれ5人しか映ってないから。私あれが欲しかったんだよね、売り切れてても買えなかった、扇風機、小型扇風機、 FTA の。あれ持ってる人いる？いいな、持ってるって。あれもあれ結構数量限定みたいで、個数聞いたんだけど結構レアものな感じでした。買いたかったんだけど、そう、買えなかった結局。うん、そう、だから持ってる人めっちゃ少ないと思う。タコ、そう、私よくグッズ買いますね。そういえば、あ、そうそう、水色がすぐなくなったんだよね。白買ってるんだ。へえ。買いたかった、買いたかった、イエス。扇風機、確かにスティー生誕ティーないね。ファンの方が有志でご厚意で作ってくださるやつしかない。え、あれは他のグループさんもあるの？ご厚意で作ってくださる、あるわ、もらうわいつも。え、じゃあさ、みんなどっち切るの？自分らで作った方を切るの、それともさ、メンバーが出してる方を切るの？もらうわ。そう、いただきます。なんか関わりのあるメンバーさんっていうか、私がよくお話しするメンバーさんだったり、他グループさんとか、うん、いただいたりします。ここで言っときます、ありがとうございます。うん、他グループさんの生誕委員の方で、そう、送ってくださった方、もし見てたらありがとうございます。明日の配信予定は明日も5時からやります。申し訳ございませんが、
もう一回やります。なんか夜がもしかしたら7時8時ぐらいからできるかもしれなくって、ちょっと後でまた確認してみますね。ネモニンさん、タコありがとうございます。あ、チーム4のコンサート行くの？いいなぁ、初め行きたいなぁ。今日の髪型はハーフオーランゴって呼んでます。私たちは巻いてたけど取れちゃった汗で。なんかヘアメイクさんにいつも言われる、なんか声の途中とかで、あ、滝野ちゃんまた巻き取れちゃったみたいな感じで、いろんなヘアメイクさんに言われます。またもっと巻いてもらって、汗かいてね、そう汗かくからすぐ巻きが取れちゃう。せっかく巻き巻きしてもらっても残念。この配信は50分までです。50分から11時20分までは食器洗って、あとはパルトの生誕、ココアの生誕祭とパルトの卒業公演のことツイートしようと思います。サンプクンさん、タコありがとうございます。洗い物苦手、わかる。だから、あ、この次やろうってやんないとできない。うん、充電器探す、うん、ST48 の単独握手会ってあるの？ありますよ。 ST のシングルの時は ST だけの握手会になってます。あの AKB さんの握手会は AKB48 グループでやってるんですけど、もし仮に今度4枚目ができたら、その4枚目は ST メンバーだけが握手会に参加します。きっと次からは分かんないけど2期生もね参加するんじゃないかなって思います。まだかしらね。でも出せるのが当たり前じゃないから、出せたら嬉しいですね。あ、アルバム、アルバムいいね、出したいね。全メンバー参加なの？基本は全メンバー参加です、 STU は。うん、まあ、休業してたりとかお仕事の都合でお休みだったり、体調不良でお休みだったりはまああったりするんですけど、そういうの以外は基本全員参加してます。あ、そうだね、奈々さんはだいたい東京の会場のどこかだけっていうことが多いです。あとはそう、1000人メンバーは全部出てます。
そう、私次 AKB さんか STU か出た時に CD か一回やってみたいことがあって、もう一生に一度っていうか一回経験してみたいことがあって、そう、それは1時間売全部完売するんじゃなくって、そう、1個の部を、そう、完売してみたい。そう、おいでます、元気なんたこ、ありがとうございます。そうだからなんかショールームでみんないつ来るか聞いて、なんかなんだろう、そう、一時は1枚ずつしか取れないから、なんか分の指定されたら可能性あるけど、そういうのじゃない、あ、そういうのじゃないことないんで、そういうやつなんです、そういうやつなんです。普通にはまだまだ実力もないし、全然なので、なんかこの部って言ってそう、部を指定して一時完売してみたい。そう、一時で完売をそう味わってみたいんです。一時完売は他とは何が違うんです、もう完全に自己満です。はい、一時完売してみたいっていうなんか自己満足です。そう、今まで2次で完売とかはそう何回かありがたいことに経験してるんですけど、うん、そうなの、やっぱりね、一部1枚ずつしか買えないし、例えば全部の部に来てくださる方がいたと、500人いたとしても、その人たちが500人がその分を第一次で買ってるとは限らないんです。全部買うけど、まあなんだろうな、ここ優先で買っとこみたいなのがみんなとりあえずあったりするじゃないですか。そう、だからそこは行くけど、行く予定だけどとりあえず2次で買おうとか3次で、まあぶっちゃけ私全然1次で買わなくても買えちゃうので、なんかそう全然なんか絞らなくても行きたい部は基本全部行けたりするし、うん、そうなんです。だからそういう方々に優先的に買ってもらう部を作っていつか経験してみたいですね。感謝枠では1時間売は結構ありましたね。結構な部、ほとんど1時間売だった、感謝枠は。そうだね、感謝枠は1時でだね。でも感謝枠じゃなくて普通のね。そう、感謝枠は逆にありがたいことにね、取れないって言ってもらうことが多いです。感謝枠当たったらめっちゃ嬉しい。そうだね、だって感謝枠当たった時点でもうなんかそう、その時点で絶対サイン靴書とかも合いますからね。うん、そう、でも一時完売しちゃった分はまとめ出しとかもできないし、なんかそう一人一人と会う時間はこう3枚出しとかはできないから短いかもしれないけど、でももし仮にしたならば、夢の話だけどしたならば、その部に来た人はみんな私のことを一時でポチってしてくれてるってわけだから、そう、なんかそれが知れるのは嬉しいよね。なんか
なんか嬉しいよね。一番優先してくれたって、なんだかんだ嬉しいよね。なんか全然、なんか DD も大歓迎なんですけど、私全然他の推しの方とかが来てくださるの、うん、すごい嬉しいんですけど、そう、なんだかんだね、一番って言われるとなんか嬉しい。そうだね、全額のまとめ出しとかもそうだね、うん、嬉しいかな。13位マスミャンさん、ありがとうございます。12位スタンプくんさん、戦場公演お疲れ様、戦場劇場にまた行きたいな、お待ちしてます。7さん公演始まるんでね、お待ちしてます、ありがとうございます。11位ヤマニー661号さん、ありがとうございます。10位ヤキンドさん、ありがとうございます。9位ソヤンさん、ありがとうございます。8位ドロンドローンさん、ありがとうございます。7位どこから聞こえなかったん？ただいま。どこから聞こえなかった？次7位。7位、杉谷さん、ありがとうございます。6位、翔ちゃんさん、ゆみりん、今日の髪型かわいいよ、ありがとうございます。嬉しい。5位、やぐべこさん、ありがとうございます。4位、まさきさん、ありがとうございます。3位、遠藤さん、ゆみりん大好き、ありがとうございます。嬉しい。2位がゆなぎさん、ありがとうございます。そして第1位がはしけんさん、ありがとうございます。順位が変わった。7位としさん、ありがとうございますかな。13位おいでます元気さん、女神ここは生誕祭感動した、パルトありがとう、パルトありがとう、ありがとうございます。あきんどさんかな、あきんどさんありがとうございます。ジュニアキンドさん、ありがとうございます。次の配信で星投げまくります、ありがとうございます。皆さん20分までに、私は私ですることをするので、皆さんもよかったら次の配信来てくれるよって方は、そう、星を集めてくださると非常に嬉しいです。次で今日はラスト配信になります。ちょっとね、51分で切ってみよう。なんでかっていうと、なんかぴったしだけど、なんか微妙に残ってるんだよね、実は30秒とか、いつも私がその50何分00秒とかに始めないから、何分30秒とかに始めちゃったりするから、ちょっと1秒でも長くできたらいいなと思います。その代わりなんかわかんない、計算ミスで次の枠59秒までできないかもしれない。まあそれはそれで、もう00秒まで使い切ったってことですよね。はい、それではそろそろ切りたいと思います。次は20分にお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。